アイテム番号 SCP-1049JP J オブジェクトクラスユークリッド・ケテル特別収容プロトコル SCP-1049JP J はその性質上収容が不可能なため主に事後処理を目的とした研究が進められます。解析ボット区際931ガス探知機は常に動作状態を保ち、全財団施設に設置された監視機器及び録音機器から SCP-1049JP J を検索します。SCP-1049JP J が確認された場合、機動部隊区際119いろは48組は直ちに現場に急行し、発生した議論及び紛争の解決に当たってください。説明。SCP-1049JP J は財団が保有するすべてのサイト内で発生する異常現象です。この現象は特定の条件下でのみ発生します。現在把握されている SCP-1049JP J の発生条件は以下の通りです。二人以上の対象が半径約5、10メートルの範囲内にいる。対象が何らかの作業に集中している。上記の範囲内に対象以外の生物がいない。上記の範囲内に対象以外の音の発生源がない。これらの条件を満たしたとき、上記範囲内においてランダムで SCP-1049JP J が発生します。SCP-1049JP J は一般的にヘとして知られる生理現象に酷似した音として感知され、いくつかの事例においては強烈な周期を伴うことが確認されています。しかしながら上記範囲内にいた対象は全員が放屁したことを否定し、その発生源について対象間で議論が巻き起こりますが、議論は常に平行線をたどり対象間での包括的合意により解決することはありません。議論は時として暴力的な争いにまで発展し、結果として対象間の不和または強い精神的外傷及び近隣への損害が発生します。これによって対象に生じた不和及び精神的外傷はクラス A 記憶処理で回復させることができます。ポイ1、サイト、81416録画記録より抜粋。サイト、8141研究室内にて、博士と、次席研究員がレポートを執筆している最中、SCP-1049JP J が発生した。博士、あれ、三へこいた？次席研究員、私じゃないですよ。博士、いやあなたでしょ。そっちから音がしたでしょう。次席研究員、違います。次席研究員が興奮した立ち上がる。博士、あのね、別にへくらいどうってことないじゃないか。そんなに恥ずかしがらなくても。次席研究員が手にしていたバインダーを床に投げつける。次席研究員、私じゃないです。なんでそうやって私のこといじめるんですか？私がおならした証拠なんてないじゃないですか。博士、泣くほどのことじゃないだろ。次席研究員、私おならなんてしてないよ。この時点で収容室内に保安要員が入室。暴れる。次席研究員を取り押さえる。吹き、後の事情聴取で、博士は、次席研究員の扱い方がわからない、と供述。サイト管理官は彼に部下との付き合い方について研修を受けるよう命じた。ポイ2、サイト、176が記録より抜粋。サイト、17内実験棒において、博士、エージェント、B、が SCP、を用いた実験の準備を行っている最中、SCP-1049JP、J が発生した。B、笑いながら、おい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 。博士、ムー、換気扇を回してくれ。一体誰が、その、こいたのかね？エージェント、私じゃないですよ。検診前なんで何も食べてないんです。博士、では君かね？ D。D、いや、そっちの方から音がしたぞ。エージェント、私も博士の方から聞こえました。博士、無然とした態度で、私がへをこいたとでも？
B、実際にこいたじゃないか。博士、B、君の発言は許可していない。私はエージェント、に聞いているのだ。エージェント、まあまあ、そう熱くならないでください。へくらい別に大したことじゃ。博士、ふざけるな。寄ってたかって私をへこき虫に仕立てあげようってわけか。上等だ。かかってこい。博士が突如白衣を脱ぎ、B に投げつける。その後、博士は両拳を握り構えた。B、うわっと。エージェント、博士、落ち着いてください。博士、黙れ。揃いも揃ってクソみたいな根性しやがって。私のことを陰でトレッキーだのネクラナードだの、編集済み、だのと思っているんだろう。これでも空手のブラックベルトだぞ。私の怒りを思い知らせてやる。B、な、頭おかしいんじゃねえのか？博士、貴様、編集済み、してやる。次の瞬間、博士が二人に襲いかかり、その後数時間に及ぶ激闘を繰り広げる。吹き、この争いの最中、博士が SCP の収容設備を破壊。収容違反が発生したため被害が拡大し、サイト17の広範囲に損害が生じた。被害総額は、ドルに及び、報告書を読んだ王吾が泡を吹きながら卒倒し治療を受ける事態となった。実験棒廊下で騒動を目撃した。清掃員は事情聴取に対し、博士が SCP に追いかけ回されて半べそかいたところまでは覚えている。と供述した。SCP-1049JP-J によりサイト17で発生した人的、物的被害を考慮し、ケテルクラスへの再分類を要請する。博士。要請を却下。諸君らはもう少し紳士的に解決できないのかね。王吾、12。ホイさん。王吾定例会合の録画記録より抜粋。王吾、12。以前から議題に上っている SCP-2000 設備について、不足した資材の調達費及び研究費を試算した結果、来年度の財団施設予算のうち約 25%。突如として SCP-1049JP-J が発生。数秒間沈黙。王吾、1、続けたまえ。王吾、12、A、25% を割り当てて、早期の修復を求めるものとする。現在特に損傷が激しいブライト、ザーション非とか複製機の修復を最優先とし、設計者の一人であるザーション医学博士が解析を行っているが、依然として。立て続けに SCP-1049JP-J が発生。王吾、先にオーナー。王吾、1、静粛に。我々は重要な議論しているのだ。用のあるものは一度退出してから行うように、続けたまえ。王吾、12、は、はい。依然として故障原因がつかめず、異常な実態が生産。けたたましい音量の SCP-1049JP-J が発生。王吾、4、まあ。王吾、11、こいつはひどい。王吾、9、なんて臭いだ。王吾、1、静粛に。先ほどからこのふざけた振る舞いをしている者は誰だ。これは議会に対する冒涜行為だ。王吾、13、お言葉ですが。王吾、1、なんだ？王吾、13、私はあなたがその、ガスをお漏らしになられたとばかり。王吾、2王吾、13に同意します。王吾、1、この不快な音はあなたが着席している方から響きましたよ。王吾、1、私なら退出してから行う。そのような言いがかりは私個人への人格攻撃とみなし。これまで記録された中で最長の SCP-1049JP-J が発生。王吾、1、いい加減にしたまえ。王吾、1が立ち上がり、王吾、13へ襲いかかる。その後他の王吾も交えた乱闘へと発展した。吹き。この乱闘は現場に駆けつけた機動部隊により鎮圧されるまで約5分間続いた。
事態の収拾に当たった機動部隊隊長ジャック・オーファン中尉は事情聴取に対し、タコ殴りにされる王後、一なんて滅多に見れるもんじゃない、と供述した。博士の要請を承認する、王後、一。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。